私の考案したこの装置、これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよ。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。早速。イヤッホ！リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力し、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらない。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソメガネ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。まとめて相手して。隊長の命令に従ったらこのざまです。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさねえ。ハンジさん自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。リヴァイ兵長、助けてください。おとなしくしてろ。了解しました。行く。面白い面しやがる。ご迷惑をおかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。あれは救援要請、急行します。どうしてバケモン。リヴァイか、援護を頼む。俺の敵じゃない。行く。
うして化け物。アンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだ。この兵力での3回はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。助かった。暮らしやがった。ハンジ、てめえ、なんで先に行きやがった。ごめんよ。でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まず、きっちり罠を設置する必要があるんだ。捕獲する子は他に見つけてあるしね。これで罠を設置できるね。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいな注文を聞ける余裕があればいい。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。ゴルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。クソ、部下に危ねえ真似させやがって。
縁談苦戦してやがるのか。俺だって役に立つとこ見せてやります。おとなしく。兵長、一生ついていきます。奴ら、小さい分、小回りが効くな。おい、エルド。ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい。ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは、採掘場から遠ざけてあります。攻守ならここにいるだろう。どうして罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。じ
ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。あの縁談、助けなきゃ。こいつをどうにかしないと。兵長、すいません。俺の敵じゃない。誰？リヴァイ兵長、援護感謝します。まとめて相手してやる。早く来い。どうして化け物。どうして化け物。早く来い。どうして化け物。話しやがれ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえと。ヤッホー！2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。行く。行く。
とめて相手している。そいつらを殺したら捕獲した巨人を運ぶぜ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヒャッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おーっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔々あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、というわけでその一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーンだ。
ち。明日も生きてる保証はね。ほうほう。巨人の飯にはならねえ。装置の点検は十分だ。うん。
今に見てろよ。最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっと二枚兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。リヴァイ兵長、前方に新手の巨人です。どいつもこいつもふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。そうしないとお前の肉をきれいにそげねえだろう。救援要請無視はできねえ。ここは片付いたな。どうして？巨人発見の縁談だ。行くぞ。うわあ、ずいぶん巨人が集まったね。少し、あ、いや、かなり集まりすぎたかな。おい、何やってやがる、クソメガネ。夢中になると状況も見極められねえのか。ありがとう、リヴァイ。いやー、ちょっと巨人を集めすぎちゃってね。
せめて結果を考えて行動しろ。ありがとう。この数を一気に相手にはできねえぞ。おとなしくしてよ。この辺りの巨人を倒したい。手伝ってくれ。まとめて相手してどうしてバカだ。話しやがれ。世話になる。止めて相手してしやがって助かった。止めて相手して。嫌な匂いが遠くからするな。
飛行士か。俺の班を警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。お前の鼻に間違いはねえだろう。敵艦の報告では巨人の群れが接近中とのこと。俺たちで仕留めるぞ。囲まれねえように気をつけろ。まとめて相手よし、ここはモブリットに一肌脱いでもらっちゃおうかな。あっちに強い巨人がいるのかな。おとなしくする。どうしてバリ。てめえお肉削り取ってやる。おとなしくする。すいません。バリオ、ついてこい。了解っす。あ、了解です。中心に向かっています。止めないと。ち、本体を守らねえぞ。飛行士の迎撃に向かうぞ。おとなしくしてろ。モーブリット、固まってる巨人たちに接近してこっちに釣り出してくれないかな。分隊長、いくらなんでも作戦が無茶すぎます。ああ、もう仕方ない。まとめて相手して。面白い面しやがった。巨人の王、こっちだ。こっちで来ないか。やばだ。モブリット、うまく分散させられたね。これで巨人を括弧撃破できるよ。俺たちが止める。俺たち調査兵団の力を見たか。どうして負けない。おとなしくしてろ。どうして負けない。行く。ヘラ出るなよ。おとなしくしてろ。ありがとうございます。どうして負けない。おとなしくしてろ。
変わるんだ。けえ奴らだな。その肉切り刻んでやるから待ってろ。ええ兵長、俺たちでやってやりましょう。まとめて相手して、まとめて相手して、お前ら腹をくくれ。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。
巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。うっ。